今回はですね、ちょっと CNC の改造をするための部品というか、道具を作ろうかなと思っています。1個前の動画で、ステッピングモーターの動画を上げたんですけど、あれがこれの伏線でして、切削油を滴下するポンプをちょっと作ろうかなと思っています。CNC を使うときに切削油をジャバジャバかけて切削するっていうのが、多分工業用の機械だと一般的なんでしょうけど、家庭でそれをやってる方もいらっしゃるんですが、ジャバジャバかけて、そのまたかけた油を回収してフィルターして、またゴミを取り除いてみたいなことをちょっとやるのも大変なので、個人的にはドライ切削にならない程度にポタポタ垂れてくれればそれでいいかなっていうふうに思っています。で、最近アルミを削り始めたんですが、数秒に1回ぐらいポタポタ垂らしておくと、とりあえず液体というか数秒間に1回ぐらい垂らしておくと、なんていうんですかね、ドライ切削ではないけど、ジャバジャバかけるほどでもないっていう感じの、ほどほどの感じになるので、油を刺しつつみたいな感じのことができればなと。で、水溶性の油なので、基本的にもう多分切削が終わる頃には乾いてるぐらいの感じで、液体を回収しなくても済むっていう感じの油の刺し方をしたいなというのが、ちょっと長年の計画の中にあってですね、今回それを実行することにします。で、ポンプなんですが、CPU クーラーとかでよく使われるような、羽を回してくるくる回して液体を送るタイプのポンプとかだと、なんていうか、ジャバジャバ流せるというか、流量が稼げるんですけど、あのタイプの欠点は、閉じこまった空間で液体を回す分には全然いいんですが、片側が、なんていうの、開放系というか、外に液体が出ていくタイプのものだと、サイフォンの原理で、ポンプを止めると羽が勝手に回って中身がだらーっと出ちゃうとか、止めたい時に止まらないみたいな問題がよく起こるんですよ。で、私もちょっと昔、なんていうんですかね、プランターの水やり器を作ったりとかもしてたんですけど、空気圧であっても、そういうポンプ使っても、水をやるときはいいんですけど、やり終わった後に惰性でだらだら水が出ちゃったりとか、キレが悪かったりとかするっていう問題があって、液量を稼ぐためにはそれでいいのかもしれないですけど、ちょっと止めるとかっていうのを考えると、また結局バルブをつけたりとかしなきゃいけなくなるなっていうのが一つ目の課題でした。で、ジャバジャバかけるっていう目的だけで使うんだったら、こういうのがあって、ダイヤフラムポンプとかっていうんですけど、中でモーターで円盤というか、ポンプが中でくるくる回ってて、それによって液体が押し出されていくみたいなもので、これは流量をそれなりに稼げるタイプのものなんですけど、DC モーターでやるタイプのものです。で、この方式はいいところは、モーターを止めると、そのポンプのところで流量が塞がれてるので、その惰性で出てくるものは、なんていうんですかね、この突出口から先のやつだけっていうことになるので、これはこれでいいんですけど、これの欠点は DC モーターなので、なんていうんですかね、設計されている電圧とか電流以下で回すのって難しいんですよ。なんていうんですかね、トルクが稼げないというか、モーターが回り始める最低限の電圧みたいなところで回さなきゃいけなくなると、それ以下の流量にはできないっていう、流量調整が難しいっていう欠点があるので、それに適したポンプを買えばいいんですけど、実際に後からいろいろ調整するってことを考えると、なかなかこれは調整しにくいと。流量を調整できるものっていう風なものだと、チューブポンプって、あと医療系でよく使われてるような、ある一定の時間で一定量の液体を搬送したいみたいな時に使うものがあって、これちょっと中国製なんですけど、こういう感じですね。こういう風に本当にチューブ、柔らかいチューブが中に入っていて、これペコペコのチューブなんですけど、このチューブをこの、なんていうんですか、側で押しつぶして、この押しつぶした状態で、この中のローラーを、これ内側がローラーになっていて、しごく感じになってるんですね、チューブを。しごきながら回ることで、その、なんていうかね、潰れたところから潰れたところの間に入ってる液体が送り出されていくっていうタイプのものです。で、これは結構汎用品で、これを搭載した噴火何ミリリッター送りますかみたいなのを設定できるような装置も売られていて、それ使おうかなと思ったんですけど、このチューブポンプのこれキットが意外と自作向けには向いてるなと思って、ちょっとネットで見つけたので買ってみました。で、これ自体は本当このチューブポンプの
構造だけを成しているもので原動力とか何もないんですよ。でこれ何が使えるかっていうと、よく前の動画でも使ったステッピングモーターに取り付けるタイプのものです。でこれ自体いくらぐらいだったかな、1500円ぐらいだったかな、まあ、結構安いんですけど、ステッピングモーターにこれを取り付けるとステッピングモーターのステップで自由に流量とか速度を変更できるっていうものですね。で今回はこれを使って何秒間に1滴とかっていうレベルで切削油を刺すっていうものを作ろうと思っています。で使うものは、まあ、このポンプと、あとこういう、まあ、ステッピングモーターですね。でステッピングモーターをここに取り付けてこのポンプを回すんですが、それを制御するのが前回ご紹介したこのイージードライバーで、今回はもうちょっと先に先行して図面書いちゃったんですけど、ポンプのケースをちょっと作ってみました。で簡単に使えるようにこういうスイッチを取り付けるっていうのと、あとあれですね、 DC ジャックかな、ちょっと今見当たらなくてどっか行っちゃいましたけど、 DC ジャックとこのスイッチとこのポンプとイージードライバーをつないでこのケースの中に収めることで、まあ、スイッチを入れると一定量の液滴を吐くっていう装置にしようと思っています。で、まあ、スイッチを入れたら一定量吐くっていうだけだと、まあ、止めるの忘れたりすることもあるので、スピンドルのモーターにつながってるインバーターにオンになってる時だけ信号が出せるっていう端子があるみたいなので、それとこれを連動させてスピンドルが回ってる時だけ何秒間かに一滴油を刺すっていう、ひとまずこの動力部分を今回は作りたいなと思います。でやることは、まあ前回やった話とほとんど同じで、簡単に動くかどうかだけ確認してみたんですが、このイージードライバーを使うにあたってどのマイコンを使うかっていう問題がひとまずあるんですが、アルデュイノを使ってやるっていうのもまあ一つなんですけど、ちょっと大きくて邪魔なのが今回あったので、シンプルにスイッチでオンオフだけできればよくて、まあ流量はそこまで調整することもないので、まあちょっとトリムつけたりとかするのも液晶つけたりとか考えたんですけど、そんな変えることもないなと思って、まあたまにやるだけだったらプログラムを書き換えれば済むかなというところで、マイコンをどれにしようか悩んでるんですが、まあ、この互換器を使うっていうのはまあ全然問題ないんですけど、ちょっと大きいのと、まあ、コネクタの位置とかがまあ扱いにくいなっていうのがちょっと一個あるので、次にこういうプロミニですね、 RD の互換機として使えるちっちゃいこういうマイコン、まあ中身は一緒なんですけど、これを使うっていうパターンもあります。ただちょっとこれはこれで書き込みをするときに USB でパッとさせないっていうちょっとデメリットがあって、ああめんどくさいなと思ってしまった結果、もったいない使い方ではあるんですが、ちょっともう今配線しちゃってるんですけど、ESP32 を使うことにしました。まあこの ESP32 も安くはないんですけど、まあそこまで高くもないんで500円ぐらいかな。で、まあこのサイズ感で意外と使い勝手があるので、私は重宝してるんですけど、これを今回使って中に放り込んでしまおうかなと思ってます。でも Wi-Fi とか Bluetooth は使わずに、純粋にパルスを出すために専念してもらうっていうことなんですけど、まあ USB を挿せば、パラメータをちょっと簡単に書き換えれるぐらいのレベルにしとこうかなと思いました。さっき仮で動作確認してみたんですけど、課題はですね、ひとまずこの ESP32 とかってとか、まあこのさっきお見せしたアルディーノのプロミニとかなんですけど、5V 系じゃないんですよ。 3.3V 系なんですよね。このアルディーノUNOは 5V 系なんですけど、この辺は全部 3.3V 系なので、レベルコンバーターがいるじゃないかとかって話になるんですけど、このイージードライバーはですね、この左端の左下のこの角っこに 3.3V 系の入力なのか 5V 系の入力なのかっていうのを設定できるジャンパーがあるので、 3.3V 系で動かしたかったら、この今離れてるランドをベチャッとくっつけてやると 3.3V 系で動くので、これをひとまずやってくださいと。で電源を 12V でこれに供給しようと思ってるんですけど、このモータードライバー自体は 12V で動くんですが、アルディーノがまあ 3.3 とか 5V で動くので、その電源供給をどうしたものかと思ったら、このイージードライバーに 5V の出力があって、あこれ使えるじゃんと思って、ちょっとさっき配線はしてみたんですけど、どうもなんかレギュレーターの性能なのかどうなのか分かんないですけど、マイコン自体を動かすだけのパワーがちょっと出なくてですね、断念しました。でしょうがないので、
デコデコを軽く使うことにして、3端子レギュレーター、デコデコじゃない、3端子レギュレーターですね。12V を 5V に落とすっていう3端子レギュレーターを仮で配線したら、まあ動くようになったので、まあここの 5V 端子は使わずに、別途 12V から3端子レギュレーターで 5V に落として、マイコンに接続するっていう配線でやろうかなと思っています。もうここから先あまり細かいところを取ってもあれなんですけど、ほんとつなぐだけっていうか、つないでこの箱の中に収めるだけなので、お見せすることもないかもしれないですけど、まあちょっと一個今作業してる過程の中で、このスイッチアリババっていうかアリエクスプレスで買ったんですけど、ちょっと悲惨でしたね。単なるトグルスイッチで、オンにすると LED がつくっていう、まあ、回路が中に入っているだけのもんなんですが、シーソーが全部逆についてましたね。導通確認したらオフの時に導通するっていう向きになってて、なんだ全部欠陥品かよって思ったら、1個だけちゃんと動くやつがあって、もうしょうがないとこのパネルをゴボって外して逆向きに付け替えたら、一応正常な機能になるようになったので、もうそれで許せるんですけど、初めてこのスイッチを買って、なんかテスターで測ってると、なんでこんな動きするんだろうなって思うような動きをしてたので、ちょっとこういうものを買うときはちゃんと全ての個体が正常に組み立てられているかどうかまで確認した方がいいですね。ちょっと久しぶりにびっくりする感じでした。なんか10個中8個か9個ぐらい全部逆にスイッチがはまってたので、このランプの使い方がどうやってやるんだろうと思ってすごく悩みましたけど、オフになってる時につくっていう状態になってましたね。それは分からんわっていう気もしましたけど、まあ、こういうものをちょっと使って組み立てたいなと思います。やっべえ、なんか気をつけてください皆さん、あんなので 電源入りっぱなしでしたね。もう2日ぐらい経ってんじゃないかなこれ。恐ろしすぎる。よくやるんですよね、ハンダゴテの電源切るの忘れるってよくやるんで、ほんと皆さん気をつけてください。もう机の上ごちゃごちゃさしてると電源がついてるかどうか確認することもないんで、ね、まあやけどぐらいで済めばいいですけど、もう火事とかになったら悲しいですからね。何のためにこうやっていろいろケチって自分で作ってんだってなっちゃいますよね。やばい、ちょっともう小手先がやばいことになってるな。こうなっちゃうんですけど、もう小手先が、電源入れっぱなしとかにしてハンダも何も持ってない状態になると、もう酸化しちゃって、もう終わってますねこれ。終了です、小手先終了。やべえな、やらかした。はい、とりあえず仮配線終わりましたね。ケースがまあこんな感じでパネルにスイッチがついていて、まあ、横に DC ジャックのコネクターがあって 12V を突っ込むんですが、このスイッチのところに、5V に高圧するレギュレーターと、まあ、LED 用の回路とちょっと連動する電源スイッチをつけて、もうあれですね、 ESP32 とこのモータードライバーは 5V と 12V なので、電源系を別々にしてつないでる感じですかね。まあ大したことではないんですけど、であとこのモーターをつなぐと。でちょっと動作閉める前に動作確認をしようと思うんですが、ここに 12V を入れてスイッチをパッて入れると、まあ、こんな感じですね。よし、こんな感じでこの回転数に応じてチューブに入っている液体が搬送されるっていうものです。あとはこの穴にこのモーターを差し込んで終わるんですが、ちょっと液量の調整をしたいので、その辺の調整が終わってから中にしまいたいなと思います。いきなりすいません、終わっちゃいました中に入れただけなんですけどこんな感じですね。
いろいろまあ設計上の微妙なところはありますけど、もう適当に綺麗に使えればいいかなっていうレベルで、とりあえず箱を作って蓋を作って、中にここにステッピングモーターがいるんですけど、ここに基板類が入っていて、ポンプの本体がここについている感じですね。まあ、ちょっと向きを90度変えたりとかすることも全然できるんですけど、あとインバーターから、自動でオンオフするための制御信号を入れるラインをちょっと確保して実運用に入りたいなと思います。とりあえずもう電源を入れたら回るだけで大したことないんですけど、こんな感じで、こんな感じですね。はい、でまあ、ESP32 なんで、プログラムをちょっと書き換えて、このポンプの送り出す量を最適化した状態で、まあ、使い続けるっていう感じかなと思います。なんかまあ、ね、ここに対してまた液量の調整のトリムとかつけ始めると、買った方が早かったじゃんってなっちゃう気もするんで、とりあえずもう安く作るという観点でこれぐらいのもので終わろうかなと思います。うん、なんかこういうのがパッと作れるようになってくると意外といろいろいいですね。なんか昔はここまでやろうと思ったら、なんか高地のケースでちょうどいいのないかなとかってネットで探してみたり、店に行って探してみたりとかってしたんですけど、 3D プリンターだともう本当こんだけニョキニョキって生やすぐらいのケースだったら数分のオーダーでできちゃうんで、まあ、細かいところにいろいろあらわって、まあこれ沿ってたりとかするんですけど、まあ、とりあえずちゃんとケースに入ってて置いといてもなんか壊れたりとかしないレベルになってればそれでいいのかなっていう気もしますし、うん、なんかこういうなんか謎の箱が家の中にどん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 増えていくんじゃないかなって気はしてますけど、うん、あとあれですね、ちょっと切削オイルが水溶性なんで、まあ、水で薄めて使ってるんですけど、水入れちゃうとなんかやっぱ腐るらしいんで、ここの先のタンクをどうするかってちょっと悩ましいですね。この垂らす方はまあつけときゃいいんですけど、この組み上げる方のチューブの先をどういうタンクにするかっていうのが次の課題かな。なんかペットボトルとかなんかそういうありきたりの容器でもいいんですけど、容量が多すぎると今度中が腐ったりカビてきたりとかして匂いがしても嫌だし、少なすぎて加工中になくなっちゃうのもあれなんで、うん、タンク容量がまあ何時間でどれぐらいの量減るのかっていうのをこれで一回回してみて、うん、何日か持つっていうレベルにひとまずする感じですかね。うん、なんかあれですね、こだわり始めると切削液がなくなった時にアラートでピーピー言うとか、なんかそういうところまでやりたくはなってきちゃうんですけど、うん、ひとまずはちょっとバージョン1としてはこんな感じでいいですかね。うん、なんかでもこれの原理上で、まあうまく組み合わせれば水やり機とかにもいろいろ応用できそうな気がするので、うん、ちょっと今回初めてこの液槽にステッピングモーターを使うっていうのを作ってみたんですけど、まあなんか信頼できる感じがあっていいですね。トルクが低回転で高トルクなので、ゆっくり回してもトルクがあるっていうモーターが今まであんまりその使ったことなかったんで、スピードとかなんか電圧でごまかしましたけど、ゆっくり回してトルクがあるっていうモーターを使うとなんか静かにいろんなことができそうな気もするんで、ちょっとこういうステッピングモーター系の小道具はもうちょっといろいろ考えてみて作ってみてもいいかなと思ってます。とりあえずまたこれを改造するときとかに動画を上げたいなと思います。